JA 奈良県の女性部員らがグラウンドゴルフで交流を深める大会が桂木市で開かれましたこの大会は JA 奈良県女性部が開いたものでおよそ200人が参加しましたグラウンドゴルフは専用のクラブでボールを打ちホールポストと呼ばれる目標に入れる軽スポーツでゴルフのように合計打数の少なさを競います 歩いたり打ったりするとともにスコアを考えながらプレーすることから高齢者の健康づくりとして人気の競技でこの大会は参加者同士の交流を深めてもらおうと個人戦ではなくチーム戦で行われました参加した女性らは秋空の下チームで一緒に楽しみながら爽やかな汗を流していました